こんにちは、コミです。今日はこちら、空っぽです。前回のフリーソックコットン 54-07、 これが終わってしまいました。1個しかないんですね。で、こう編んできてここで終わってしまったので、ちょっとこれは端っこまでほどきます。で、一玉しかないんです、この色が。どうするか、ちょっと買いに行くほどでもないなという感じなんですね。まあそれはちょっとおかしいぞと思われるかもしれないですけど、まあ使う使わないがまずわからないというところが前提にあります。でね、編んでみて使うのかなっていうのをちょっと確認したかったのもちょっとあったりして、でもね、色が違うので編んだら使うのか余計使いにくいんじゃないかというのもなくはないと思うんですけど、同じフリーソックコットンだし色番違くてもいいんじゃないのかなという私の概念でございます。はい、というわけで、家にある一玉しかないフリーソックコットンが 51-01 になります。まあ、明らかに色は違いますよね。はい、もちろんそこは分かっておりながら、ちょっとこっちの色で続きを編んでみようと思います。はい、いろんなご意見あるかと思いますがこれでいきます。でですね、すごいじゃないか、どうしたんだと自分で思っております。いや、私もよくわかんないんですよ。どうしたんだって私も思ってる感じで、なんかやっぱり編みたいと思った時が編める時っていう感じなのでしょうか。もうそれぐらいしか理由の後付けができません。なので、まあ理由はどっちでもいいんじゃないのっていうことでね、問題は理由じゃないよねっていう編みたいから編むっていう、それがなんかすごく顕著に出たなーっていう感じがあってですね、自分が一番驚いているという。で、まあね、明確な日にちは私も今言えるわけではないし、そこはまあ公開するところでもないかもしれないので、撮影して、公開するまでに少しやっぱりタイムラグはあります。今なるべくこう取りだめしよう、全然取りだめになってはいないんですけど、ちょっと取りだめしようという方向で頑張っているっていう感じなので、ちょっと前に撮影して編集して準備するみたいなことをやっている感じがあるので、そこに少しタイムラグは あるんですけど、でもペースとしてはちょっと今までの私じゃないっていう、そういう感じがしています、自分でね。だからやっぱりなんかスイッチっていうのかな、その旬っていう、自分の中の旬っていうか、マイブームっていうか、そのなんか波長が合うっていうか、なんていうのが一番しっくりくるのかちょっと今わからないけど、本当に編みたいもの、例えばその編みかけの中から今編むとしたらこれかなっていう選び方じゃなくて、もうどれ編んでもいいよって言われたらどれ編むみたいな選び方っていうのかな、そういうものを自分でしっかり分かって、
それを選択ができたらすごい網パワーが出るのかもしれないっていうのをちょっとこれで感じました。で、これこの一玉目の勢いったらすごくて、自分でもびっくりしたんだけど、このなんか今の勢いがあったら他のものも編めるんじゃないかと思って、これがすごい勢いのある時にあえてそこでちょっと手を止めて他のを編む時間とかも作ってみたんですね。で、もちろんこれの勢いのまま他のものに手をつけるから、最初はちょっとなんか勘違いして手が動いてたみたいな、そんな感じがあるんだけど、でもやっぱり気持ちが これを編むまで乗らなくて、だから結局これに戻って、でこれ編むとやっぱり気持ちが上がってみたいなことがあったので、やっぱりそのどれを今編みたいのかっていうのを自分が分かるっていうのはすごいことなんだなっていうのが分かりました。びっくり、ほんとびっくり。だからちょっとこのままこれをね、二玉目色が違うけど、なんかいつ買いに行こうとかそんなことやってるとまた時間経っちゃうから、もういいや、あるやつでみたいな、そんな感覚もあったりします。なるべく今この編みたい気持ちをそのままにみたいなね、そういうとこがあるから、このちょっと色違いで編んじゃったっていう感じがあります。全く違う系統でもないかなとは思ってるんですよ。なんとなくこの明るい色っていうのは、なんで私これ買ったんだろうって、これ2つともそうなんですけど、だから私にしたら私が選ばない色っていう意味では同じ系統かなみたいな、そんな感じもあります。でもなんか今編んでるだけでもだいぶ違いそうだなっていう感じしなくはないですけど、まあ違うなら違う方が このツートンにはならないけど、2種類使ったんだよっていう風にも見えるかもしれないですもんね。ね、この緑でもこうちょっと違う、ピンクが、まあピンク見てわかるか、違うのが、まあいいんです、あの分かって違う色にしてます。はい、じゃあ飲み物いきます。今日のコールドカップ、炭酸水、冷蔵庫に入ってたやつなので氷なしです。こういうスピードで編んでくるとね、まあここからが佳境だと思うんですよ。一辺が長くなってきているから、あの進んでいる感がこう感じられなくなってくるところがこれからだと思うんですよね。まあ、だからここからどんなペースでいけるのかは分かんないんですけど、その端っこをどうしようかなみたいなこともちょっと考え始めてたりして、ニコアミさんの動画ではフリンジがついてるんですよね。で、私フリンジがあんまり好みではなくて、で、まあちょっと家で使うかも分かんないんだけど、フリンジがあるとこう猫のおもちゃになってしまうというところもあって、フリンジはつけないでいきたいなぁとは思ってるんですけど、そしたらどうするみたいなこともちょっと思いつつ、私的にはもう何もしないでこのままでもいいかなぁとも思ってるんですけど、まあフリンジつけないならちょっとした縁編みをしてもいいかなぁとか、そんなこともちょっと考え始めてます。この2玉で終わりにするつもりだから、その糸がどれくらい使ってどれくらいの大きさになるかみたいなこともちょっと見ながらっていう感じかなと思ってはいるんですけどね。この1玉がサクッと編み終わっちゃったのはちょっとびっくりなんだけどね。ここから本当にこのままだったら本当に自分でまさかっていう展開のサクサクって編めちゃったりしてとか、そんなことになったらどうしようとか、
ちょっとそんなことも思ってるんですけど、まあそう思ってると途中でパタッと止まるって可能性もなくはないので、まあちょっと縁編みのこととか考えながらね、ここから行こうかなと思っている感じです。一玉終わったところでちょっと肩にかけてみたんだけど、重い感じはないし、コットンっていう感じが、あ、いいじゃんってちょっと思ったんですよね。で、一玉だとやっぱりちょっと小さいなという感じがあるから、うん、一玉で終わりにはできなかったですよね。で、まあ大きさもね、どのくらいの大きさが使いやすいのかっていうのもわからないので、まあ二玉目の糸の減り具合とか見ながら大きさをね、決めていけたらいいのかな、みたいな。こっちの今二玉目の方が色がはっきりしていて、ね、もう見るからにわかると思うんですけど、一玉目の方がちょっと抑えられた感じがありますよね。発色が違う。だからちょっとガチャガチャした感じになるかもしれないですけど、まあそもそもがね、明るい色で段染めでいろんな色が混じってるっていう意味ではそれはそれですよね。表現の仕方がわからない。まあね、こういう感じで見ると元気色的な感じでしょうか。本当、この糸買った時私何だったんだろうってちょっと思っちゃう。確かね、フリーソックコットンが初めて出た時に横浜の湯沢屋で買った気がするんですよね。いろんな種類があって、でフリーソックコットンを買いに行ったような気がして、でその時は靴下を編もうと思って買った気がするんですよね。だからあえてこのちょっと明るい色っていうのかな、目立つ色っていうのかな、なんかそういうのを選んだような気がする。なんとなくの記憶です。そんな選び方したことあったなーって気がするんですよね。適当にこれを手に取ったわけじゃなくて、私的にはその時選んでこの糸を買っているとは思います。靴下のつもりだった気がするな。まあこの記憶もね定かではない。なんかこれを編んでる方も他にいらっしゃいましたね。コメントインスタとかでいただいて、やっぱりグラニーって編みづらくて編めるから、そんで時々編みたくなるっていう、なんかもう定番のものですよね。途中で休んでも次の時に再開しやすいね、あの途中からでも分かりやすいから、すごく気が楽っていうか、新しいもの、そのちょっと変わった編み方っていうかな、模様編みとかそういうのもすごい素敵なんだけど、定番のものっていうのはやっぱり長く編まれていきますよね。まあそれ、これがそうなんだろうなーって思いながらね、こういうのずっと編んでると、あ、ちょっとなんかめんどくさいけど模様編み編んでみたくなるなーって思うけど、その編み図見ながらね、模様編みとかずっと編んでると、あ、なんかこういう編み図見ないで編めるやつ編みたいなーって思ってくるとか、なんか甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいのみたいな、そういうエンドレスなね、感じがありますよね。複数個編みかけがある場合には、こういう定番のものと、模様編みのものと、みたいに組み合わせて編んでるとね、頭の中がごちゃごちゃしなくていいのかもしれないとか、まあ、一個が編み終わるまで次編まないっていう方はそんな心配しなくていいんですけどね。これで一段か。
一段は長いな。一玉目の最後の方は、こう一段の長さも長くなってきていたんだけど、その糸玉の減り具合を見ながら編んでると、なんかどんどん減ってるって思って、すごい編み進んでいる感覚が、すごい実感できるから、なんかそれでモチベーションが上がったみたいな感じがあったんですよ。だから一辺が長いって感覚があんまりなかったんですよね。一玉目の最後の方は。だけど、こうなると糸玉ね、そんな簡単には減らないし、一辺長いしってなると全然違う感じが。まあこれがいわゆる三角ショールの罠ですかね。ながら編みができるやつだから、まあ自分次第だと思うんですね。あとはね、飽きてるわけじゃないんですよ全然。ただその前半のそのスピード感がやばかったから、それに比べるとっていうことがありますね。長いな。長いな。半分が長いな。もうすぐ半分。半分まで行ったら終わります。なかなか半分行かないからどうしようかと思っちゃった。すごいな。ここからね、ちょっとこうはっきりした色になってますよね。これがあれ違うかな、なんかオパールで似たようなやつがあるみたいなでしたっけ。詳しくなくて適当に言っちゃいました、すいません。こういう大きさですね。はい、たたまめはこんな感じです。はい、ちょっと編み進めてみますが、ここからどんなペースになるのかっていうのはね、ちょっと私もわからないですが、まあちょっとここまで本当にノンストップみたいな感じで来ちゃったから、そんなに早いわけないなと思いながらもやってますが、ちょっとわからないです。はい、また動画でやると思いますけど、はい、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.